バランス練習の目的はバンドのサウンドを形成することに目的があります。自分たちがどういうサウンドを目指しているのかということについて、このバランス練習の中で作り上げていかなければなりません。基本的には A の音を聞いて B、 B の音を聞いて C、 C の音を聞いて D の順序で入ってきますけれども、決して、抑える必要はありませんけれども、その中でバランスの良い響きを作り上げるように、 ABCD が全部集まった時に全体の音が非常にブレンドされた透明感のある豊かな音を作り上げるためのその練習であります。したがって、お互いに聞き合うということがすごい重要になってきます。全員足の位置を確認してください。姿勢が悪い人も姿勢を直してください。これからメトロノームを使って練習するので、全員しっかりメトロノームを見て演奏するようにしてください。バランス練習をやります。演奏する時の注意は、前のグループの音をよく聞いて自分の音をイメージして音がぶつからないように演奏してください。1、2、3。何か意見がある人はいますか？どうぞ。 A グループの音の出だしが乱暴だと思います。はい、はい、他にありますか？どうぞ。 C グループの弦の音が合っていないと思います。はい、はい、どうぞ。 B グループの人はもっと大きな音で吹いた方がいいと思います。はい、はい、もう一度バランス練習をください。1、2、3。今のバランス練習は、B、A、G、F のたった4つの音だけでしたけれども、非常にいいサウンドで演奏されていたと思います。チューニングの時には個々やパートが B の音1つを合わせていましたけれども、今度は4つに分けられたグループがお互いに聞き合って他の、セクションを聞いて合わせる、それから自分たちのセクションは他のセクションを聞いてどのように演奏するかというところが、バランス練習のポイントだったと思います。例えばバランスが悪い状態というのは、同じフォルテでもトランペットトロンボーンがフォルテで吹いた時と木管の、フォルテの時、一緒に演奏した場合には、もしこのバランスを取らないで演奏すると、トランペットやトロンボーンの方が、勝ってしまうと思います。もう一つは楽器の編成のバランスが悪いときに、どういうふうに演奏したらいいかということも、このバランス練習で、その感覚を養うことができると思います。この練習を見てもう一つ大事なことがあります。生徒のリーダーが一方的に注意するだけではなくて、奏者に問題点を問いかけていました。基礎練習全体に言えることですけれども、
いつも課題意識を持って、練習を進めることが、とても大切だと思います。